よう、ベジータちゃん。早い、接近が分からなかった。くそ、もう少しだったのに。おや、もしかするとそいつがドラゴンボールってやつかな。後ろに5個、お前たちが2個。全部揃ってるじゃないか。貴様たちなんぞに渡してたまるか。では強引にいただくまでだ、グルド。はっ、うん、なんでくそったれ。グルドが一瞬だが超能力で時間を止められるという噂は本当だったのか。これで7個すべていただく。あとはそりゃないですよ、義乳隊長。この前もおいしいっすよ。そうだったか。じゃあリクームがベジータ、俺は優しいだろう。最高っすよ。では俺はフリーザ様にドラゴンボールを持っていく。これでフリーザ様は不老不死が手に入る。さてだ、グルド、お前から先にあのチビ2匹を片付けちまえよ。ああ、こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。よし、行くぞ。木を解放しろ。チビどもめ、ショットルーだった。
やられちまい。困ったぞ。一人かけては特戦隊のスペシャルファイティングポーズ。義勇隊長に4人でできる新しいポーズを。なんとかなりました。甘い夢を見てんじゃないぞ貴様ら。グルドなど奴らの中でも可愛い方だ。これからが。そうベジ、他のチビちゃんたちも。おお、ベジータちゃん、前より戦闘力が高くなってるね。スリット軍が頭に来るぜ。おお、もしやがれ。ありえねえか。悪魔しやがれ。ありえねえか。ここまでだ。さあ、そろそろ始めようぜ。素晴らしい。こんなに早く7個すべてのドラゴンボールを持ってきていただけるとは。フリーザ様にそう言っていただければ光栄です。夢にまで見た不老不死がまさか現実のものになろうとは。さあ
始めましょうか。ドラゴンボールよ、このフリーザ様に永遠の命と若さを与えなさい。ん？もう不老不死になられたのでしょうか。いいえ、そうは思えません。何か暗号があるのですね。ナメック星人しか知らない願いを叶える秘密の暗号が。お？明らかにナメック星人だと思われる反応が3つ。まだ生き残ってたんですね。では私が行って願いの叶え方を吐かせてきます。いいえ、私が直接聞いてきましょう。私のギニューさんはここでドラゴンボールを。わかりました、お任せください。チェダマイジ。なんだ今のは。やっと。到着、ナメック星に到着しました。早く3人を探さねえと。生きてるよ、クリリン、ご飯、ブルマ。悟空、ついに到着。修行が与えた超絶パワー。ご飯、クリリンもまずいぞ。死にかけている。すぐ近くのでっけえ木が3つ集まったとこだ。相手が悪すぎたな。ああ、下がれ。
貴様。カカロット、やっと来やがったか。センザ、ゴア、クリーンたちにも分けてやってくれ。こいつらは、俺は一人で片付ける。へっ、やる気か。ゴミ虫が今更増えたところで何にも変わんねえぜ。おめえはオラに勝てねえ。力一瞬でおとなしく何を言うかと思ったらとんでもねえオラを吹きやがったぜ。一瞬で永久におとなしくさせてやる。はっよっ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 はっおおっは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 ったら取っておきを披露してやろう。リプーナーウルトラファイティングミラクルウォーカーおお。悪いな、隙だらけだったもんだからつい。この、いや、やる
サイヤ人。あいつ、いっ、待て、伝説。1000年に1人現れるスーパーサイヤ人なのか。どうするおめえたち、とっとと自分たちの星に蹴るか、それとも聞いたか、バーター。ああ、どうやら実力油断したリクームと妙な、ああ偶然に決まってるだろう。やつの戦闘力はたった5000くらいから変わっていなかったんだ。行くぞ。ああ、やっぱ蹴らねえか。よっ、
攻撃のほんの一瞬だけ急激に戦闘力を高めているんだ。おそらく無駄なエネルギー消費を避けるため、あまりにも短い一瞬なのでスカウターでも拾いきれていない。とてつもない戦闘力だ。なぜ？これでわかっただろう。無駄な戦いはやめて。この悪夢だ。超エリート部隊の俺たちが。貴様の甘さにはヘドが出そうだぜ。なんで奴を見せ。どうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。スーパーサイヤ人？圧倒的に強くなったのが自慢らしいが、こんなことではフリーザには絶対に勝てんぞ。フリーザ、海王様が言ってたやつか。オラも修行してずいぶん強くなったと思うが、それでもそいつには絶対勝てねえっちゅうんか。そういうことだ。 いくらなんでもちょっと大げさなんじゃないか。だったら戦ってみる。おまけにフリーザは今頃ドラゴン。いや、あいつ。なんだと？もしここのドラゴンボールも地球のと一緒なんだったら、シェンロンが出たが。シェンロン？なんだそいつは。ドラゴンボールが揃うと何。そうか、わかったぞ。あいつは合言葉知らねえんだ。まだオラたちの願いを叶える。やったん。二つの戦闘力が近づいてくるようだ。待てよ、ギニューのやつが。あっちの方角に。あの大変だ。最長リーザのやつ、願いが叶わないから直接最長老さんに聞き。あいつが願い長老さんが。なんだと。よし、わかった。早くしないと最長老さん殺されちまうからな。ドラゴンレーダーをプルマさんのところに取りに行かないと。ああ、そうだな。よし、頑張れよ。ベジータはオラと一緒に来てくれ。ギニューとかいう奴らを迎え撃つ。チッ、ま、おめえも死にかけて全開してから力がぐんと増えたはずだ。知ってやがった。フリーザもギニューたちも宇宙船にいないとなると、今あそこには誰もいないというわけだな。どうしたベジータ。なんでもない。